おはようございます、こんにちは、こんばんは、レブスです。なんと今回はですね、ドクターズチョイスさんとのタイアップ動画になります。この会社は品質世界ナンバーワンを常に追求しているサプリメントメーカーです。サプリメントを使用している人は知ってる人も多いんじゃないでしょうか。いろんな商品があるんですけど、その中でも減量したい人や筋トレの効率を上げたい人にとってはとてもいい商品となってます。あと筋トレ後の筋肉の修復のスピードアップとかにもとてもいい商品を今回紹介したいと思います。僕が今飲んでるこのドクターズチョイスさんからのアルギニン5000、シトルリン2000プラスを飲んでます。これを最近よく愛用して飲んでます。僕がこの商品を愛用してる理由は、アルギニンの含有量が 5000mg、 そしてシトルリンの含有量が 2000mg と業界トップな量入ってるからです。まあ、俺が聞いた話によると、大体のねアルギニンの商品はなんかあんま美味しくないみたいなんですね、味が。けどこれは自分的にはなんか結構ジュースみたいな感じで、すごい美味しかったですね。だから俺普段正直あんまジュース飲まないんだけど、なんかこれ飲んでる時はなんかジュース飲んでるなっていうのもありつつ、まあ体にもいいから、あれ自分的にはまあ最高だなっていう気持ちで飲めてますね。自分がこちらを飲んでるタイミングは何なんですけど、まあ中身こんな感じになってるんですけど、まあ一つずつねこの封されててこんな感じね。だから結構持ち運びとかも一緒なくて僕はいいなと思ってるんですけど、まあこれを、まあ、水とかに、ちょっと待ってね、飲んでるタイミングは、まあ僕はですよ、あのトレーニング中に飲んでますね。結構その家とかじゃなくて違うところでトレーニングするときとかって、やっぱサプリ持っていくのちょっと大変じゃないですか。だからそういうときはまあこういうので適当にパッて飲み物買ったときにこういう感じで入れるみたいな、結構これが楽だなと思ってさ、これだとすごいね簡単にできていいなっていう、って感じで筋トレ中に飲んでますね、基本的には。ちょっと待ってね、まあ、正直あれ筋トレの時しか僕は飲んでないんだけど、まあいろんな飲むタイミングがあるかもしれないけど、俺は筋トレの時、マジでうまい、マジでうまいな、これご褒美だな、ご褒美っていう気持ちで飲んだ方がいい、だから筋トレしてる時の本当に筋肉を修復させるとかで本当に自分の中でその気持ちを上げていく、やっぱ水だとね結構俺の場合しんどいよね、心がなかなか保ちにくい。だからこういうね味がついてるやつやっぱうまい、これ飲んだらめっちゃうまい、ピーチ味で本当に美味しいわ、味はマジでうまい、でまああれこれをね飲みながらやった次の日とかはね、普段よりかもなんか疲労がちょっと軽減されてるなっていう感じはありますね、でやっぱりね本当になんかこれ飲んでやることによって美味しいじゃないですか。僕の場合美味しいっていうのもあるし、まあ、もちろんその自分の気持ちもあるんだけど、やっぱやる気がねちょっと上がる感じはしましたね、やる気も出る。やっぱ水の時はね結構本当に自分なかなか心が弱いからあれなんですけど、これ飲んだ時はねやっぱねやる気も出て、その結構いい感じになんか活力にもなりますね。今回のドクターズチョイスさんがいいなと思うのはサプリの品質がいいなっていうのもあるんですけど、それ以外にも返金保証制度っていうのがあって、あまり効果が自分の中で感じないなとか思ったら、まあ、90日以内なら返金保証制度もやってるみたいなんで、ここもとても親切だなと思いましたね。だからやっぱり飲んでみないとわからないじゃないですか。飲んでみてあんまりだったらっていう時はまあ返金保証制度もあるんで、もしよかったら試してみてください。紹介したのがこちらのアルギニン5000とシトルリン2000プラスの商品と、あと1個ねあのこちらのシトルリン2000が入ってないけど5000のやつも売ってるんで、もしよかったらね見てみてください、で今回の商品が気になった人はこの下の概要欄にあれ書いてるんで、もしよかったら見てみてください。これを飲むだけで痩せるっていう商品ではないです。もちろん日頃のそのダイエットするにはちゃんとね食事生活をまた管理して、でそれでトレーニングもしつつ、さらにこの商品を飲むことによって筋肉の修復が早くなったり、疲労感がちょっと減ったりとかっていういい効果をさらに相乗効果として乗ってくるっていう形なんで、もちろんねこれを飲むだけでガンガン痩せるよとかではないです。だからあくまでも自分がダイエット頑張りながら、それをなんか体の中で整えていく、筋肉の修復をあれしたりとか、そういうちょっとした手助け、まあ、こういう手助けをしてくれるサプリとして飲みながらダイエットを頑張っていくってことがとても大切だと思います。よし、まあこういうことですね、だからあれみんなねあれサプリだけに全てを頼るんじゃない、こうやってダイエットしてる中でもそれと一緒に盛り込むことによって、より一層さらにダイエットが促進していく活力アップにもなるしね、そういう感じでね一緒に頑張っていきましょう。じゃあまた会いましょう。バイバイ。ありがとうございます。